はい、いつもね、この中国製のマウスを、中のあのスイッチとかは日本製のやつに全部変えてるんですけど、このね、マウスを使ってます。で、電池が単42本なんですけど、ちょっと電池がなくなってきたみたいで、マウスの動きがちょっと悪いので、電池を変えるんですが、たまたまこれはレボルテスですね、100円ショップのダイソーで売られてるやつを今はたまたま使ってるんですけど、こういうね、電圧測るやつで、一応充電する前に電圧を下がったかなというのでちょっと測るんですけど、こっちがマイナスでこっちがプラスですね。だこの出っ張ってる方を赤い方に合わせて測るんですけど、そうするとですね、どうせなくなってるかなと思うんですけど、こういう形で、1本はこれグッドにはなってるんですけど、しばらく置いとくと徐々に下がってくるような感じがするんですね。いずれにしても充電は、やっぱりちょっと低いですね。はい。なんですけど、一本はそうなんですよ。で、もう一本の方をですね、ちょっと測ると、同じようにこっちをプラスにして測るんですけど、なんか針の動きがですね、こう分かりますかね？赤がリプレースで、こう黄色と、緑の方に来るんですけど、こうなんか逆に行ってるんですよね。下がってるんですよ。左へ、ここ分かりますかね？左へ行くんですね。これ。最初なんかプラスマイナス向き間違えたかなと思うんですけど、こっちがプラスで間違いないんで、これ、マイナスいってるんですよね。あれ、これおかしいなと思って、こっちは問題ないんですけど、これがなんかおかしいんで、この間のですね、この、300円ぐらいで買えるこのテスター、DCV で、20かな。でこれで赤い方プラスでやるとですね、これが、ちょっとやりますよ。このマイナスを指すんですよね。マイナス 0.2V。この赤い方プラスで、マイナスへ触れるっていうのはこれ一体どういうことなんですかね。なんか電池がもうおかしいのか。さっきのちょっと電圧低いやつもやってみると、これはプラスの 1.1 とかですよね。ここ。1.11 とかなんで、ちょっと低いかな。1.2V なんで、若干低い感じはするんで、この赤をプラスにやってるんですけど、これはわかるんですけど、もう一個の方やると、このマイナスいくんですよね。これ一体何なんでしょうね。もうなんか電池がまたおかしくなってきてるのか。ちょっとよくわかんないんですけど。このちょっとマイナスのやつも、とりあえず一回ちょっと充電して、そのまま使えれたら使いますし、ダメなら捨てるかなんかするんですけど。この100円ショップのちょっと電池は、三洋のエネループもちょっといまいちですけど、なんか1800回とか2100回繰り返し使えると言いながら絶対無理ですからね。そんなに充電してないのに死んでいきますし、特にエネループの黒なんかもうすぐ死ぬんで、全くあれはもう無駄ですけど、このちょっとレボルテスというのもちょっと、過去の動画でいろいろ言ってますけど、ちょっとやばいですね。個体差が大きすぎるとかいうのもあるんですけど、今回はこの電圧がこのマイナスになる、この謎の事象が発生しました。はい。とりあえず、充電器で、充電して、使えたら使えますし、使えなかったらどうしようかなという感じなんですけど、このレボルテスあんまり使ってないはずですよ。これはそんなに買って火が経ってないやつなんで、火が経ったやつはもう死んでいったやつもありますけど、謎ですね。このマイナスの
電圧を指すという、こう謎の事象に遭遇したというような、話でございました。